え？本を返しに来ました。ダンの彼女か何か？いいえ。学生さん？そうです。ああ、日本人か。日本人のようですね。なぜわかる？発音と見た目で大体ローマ字読みの発音なので。ですね。なるほどね。なんかいけすかねえな。で、あんた。そうですね、戸惑いました。施錠せずにいるのです、このニューヨークで。本を借りに来ています。本当に？ええ、そう。何か理由が？あ、いや、気を悪くしたのなら謝る。なぜ謝るんですか？あ、いや。ところで、あなた何者ですか？いや、違うけど、俺は神宮寺三郎。私を詮索したのですか？学生風情だ。めんどくせえな。心外です。してないよ。それよりダンは？呼んだか？なんか変な女が。変な女？なんだ、陽子か。神宮寺さんでしたっけ？さっきから言われる筋合いはありません。あなたの方が変です。お、戻しておきましたから。では。何なんだあいつ。ダン、まさかあんた。冗談言うなって。なんだって？だろ、みその陽子ってんだ。仲良くしてやってくれ。無理無理、勘弁してくれ。苦手なタイプってのがあるのか。よかったよかった。何がだよ。そんなに怒るな。それよりこれからどうするんだ？俺は。まだやることがあるんだ。呪縛の町のこと。ああ、この町が教えてくれた。じいちゃんがどれほどこの町を愛し、俺たちは知らなくちゃいけないと思った。じいちゃんの託した思いをみんなの記憶の中で、じいちゃんがいつまでもまだやる。似てるよ、京介に。真実が寄り添えっていつも言ってたよ。そう思う。俺はじいちゃんを信じる。真実の中にじいちゃんが残した一握りの希望が。俺がそいつを見つけてみせるよ。託すよ、お前に。ありがとう。約束をしてくれ。口にした言葉。ダイダロスのことか？そう、別の何かなのか分かっていないんだ。京介のこともある。安易に口にするな。分かった、約束する。呪縛の町シルバースノー、そして謎の言葉ダイダロス、それがじいちゃんの最後につながる手がかりかどうか、まだ確信があるわけじゃない。ただじいちゃんが教えてくれた思考の木に一滴の水が染み込んでいくの、俺はかすかに。
悪いな。そんな謝るなよ。そうそう、レンはともかくとして。ちょっとはは私は大丈夫。勉強はいいの？そういえば、あ、問題ない。やわじゃないさレオンちはすごいね。あの頃から言ってたもんね。どうしてケンジなんだ？決まってるだろ。え？レオらしくないな。そうちょっと見ないうちに成長しただろ。レインよりも。ちょっと、冗談はさておき。気に病むことなんかない。サブローの味方だよ。僕のセリフこれまでのいきさつをみんなに説明したのは昨晩のことだ。それぞれいろいろな感想を俺に語ってくれた。中でもレオはただ聞き流すわけでもないし、そんな絶妙な距離感が心地よく、何より大体の状況を理解した後、シルバースノーまでのドライブを提案してくれたのはレオだ。冬の気配を感じさせる冷たい風に逆らいながら、早く着いたわね。ここでいいのかい？遠慮しなくていいのよ。ここまでで十分さ。こっちにいるんだろ？ああ、連絡するんだよ。ありがとな。ちょっと、あれ、そうだっけ？いろいろとありがとう。付き合えなくてごめん。去り際少し曇った表情をしていたレオが、きっと無計画な俺を心配してのことだろう。ありがたくもあり、申し訳なくもあり、見送る俺の表情はどんな風に映っただろう。もう夕方近くか。あの町のことを調べるのはやめろ。20年前の事件を追うのはもう呪縛の町シルバースノー、危険すぎるんだよ。呪縛の町に手を出すのは。ローガンがじいちゃんを止めてほしいと願いを込めてつぶやいた。20年前この町でどんな事件が起こったのだろう。この町には一体どんな危険が隠されているのだろう。そしてローガンが最も恐れていたダイダロスという言葉、どれほどヤバい意味を持つ言葉なのか。ただ闇雲に聞き込みをしようにも、俺には尋ねるべき質問が何もない。何らかの事件であれば地元紙とはいえど記事に上がっていたはず。となれば図書館に所蔵されている過去の新聞から20年前に起こったという事件を習って本格的な調査と聞き込みは。図書館の前へ着いた。今日は空いているようだ。図書館の受付カウンターの前へ着いた。ちょっと話を聞いてみよう。すみません、ちょっといいかな。はい。俺は神宮寺三郎、聞きたいんだが。少々分かりかねますね。具体的な年代などは。事件を追っているんだ。
何でもいい、教えてほしい。20年前ですか。私は子供でしたので。その話は置いといて、新聞記事を見せてくれないか。所蔵しております。間違いないでしょうか。ああ、ご用意いたしますね。閲覧することができますよ。使い方はご存知ですか。ああ、大丈夫だ。ありがとう。マリーです。ありがとう、マリー。俺は部屋のドアを開けた。さてと、よし、ひとまず片っ端から記事を眺めていくか。マフィアの抗争か。サンミゲルストリートで2人死亡。死因は2人とも鋭利な刃物で首の頸動脈を切られ出血多量で死亡。犯行に使われた凶器はナタほどの刃当たり。切れ味が鋭いためにナタとは違う刃物と警察が断定。武器を調査中です。2人とも死亡推定時刻は夜中の2時頃。ほぼ同時に殺されているため、複数人に殺された。死体で発見される前日に東洋人と揉めているところを目撃されている。しかし東洋人の犯行か定かではない。今年に入ってから東洋人の移住者が増え、町の国際化が喜ばれていましたが、雇用の点でお店と移住者が揉めることが多く、文化の違いなどが問題になっている。今年も恒例のパンプキン祭りを行います。新学期に向けてシルバースノー高校が公開。今年は雨が少なく、夏はキャンプ日和が続く模様。夏季の扱いに、またもやマフィアの抗争でイタリア系のマフィア5人死亡。先月起きた殺人事件と同一の犯行と思われる。同じ手口の犯行による殺人事件は今回含め22件。正確に動脈を切られ、犯行現場は大量の血。医療関係、犯行現場から多量の血が見られるため、警察では出血多量現場と呼んでいる。出血多量の意から警察では犯人をダイダロスと名称。18日、容疑者のエルガート。写真はエルガートの移送に立ち会うマーキス刑事。連続殺人の犯人か。エルガート、日本のギャングリーダー冴島を殺害した疑いで逮捕。他11人の殺害に関与したとして取り調べ中。エルガート、冴島含む12人のヤクザの殺人に関与したと。この事件に関する裁判は5日に行われる。6月に入って発生した一連のマフィア構成員の連続殺害事件の犯人、警察ではその犯人をダイダロスと呼称していたようだ。そしてその後もマフィア殺しは繰り返し行われた。犯行現場の検証で犯行手口と用いられた凶器については判明。しかし犯人につながる物証はなく、逮捕はおろか犯人像すら浮かび上がらない状況だったような。それが
7月に入ってすぐ事態が急変した。エルガートという人物が一連の殺人事件の犯人として逮捕されたのだ。唐突に浮上した犯人、しかも相当数の人間を葬ってきた男だ。記事を額面通りに受け取ればエルガートがダイダロスだったという可能性に行き着く。だがなぜだろう。まあ20年前の事件についての予備知識としては、そろそろ聞き込みに行くとするか。よし、この辺りで誰かに聞き込んでみよう。見るからに堅気ではなさそうだな。ギャングやマフィアといった組織に片足を突っ込んだゴロつきの匂いだ。なあ、あんた。掃除屋の事件のことだ。詳しくは知らねえ。死ぬ奴は減ったようだな。俺らに聞いたってなるほどだ。そうか。さあな、聞いてみたらどうだい。わかった、ありがとう。おそらく司祭か何かだろう。何か知っているかもしれない。ちょっと聞いていいかな。いかがなさいましたか。20年前この町で発生した。なるほど、険しい表情をされていたのですね。険しいだった。どうやら明日お越しください。俺は急いでいるんだ。良い結果は得られません。お役に立てるかもしれません。お気をつけなさい。全ての道は安全である。俺が疲れている。そうか、探し物はまた明日にしよう。そうなさるがいい。明日を待ちなさい。本格的な調査は明日からだ。空いてるかい。運よく部屋が空いていた。行ってみよう。そして見知らぬ街の夜は更けていった。ドアの外で物音がする。ドアの隙間から何やら白いものが差し込まれるのが見えた。すぐさまベッドから起き上がり、ドアの方へ駆け寄る。ドアを開けて外を見回したが、誰も見や。床に落ちている白いものは封筒のようだ。危険なもの、爆発物でも入っている。薄い封筒だから爆発物ってことはないな。まさかカミソリの刃が入っている。いや、ここはアメリカだぞ。日本の古典的ないたずらはしないだろう。化学薬品や毒物の類か。異臭は感じられない。ま、無臭の毒物だとしたら、黙って睨みつけていたところで
この正体がわかるわけでもない。いささか不用心ではあるが、白い中には一枚の紙が折りたたまれて入っていた。紙を開いてみると脅迫めいた文面が目に入った。エルガートを探ろうとする愚か者に告ぐ。この街を見るな、聞くな、知るな。金を破り関わろうとするならば等しく死が訪れるだろう。俺への警告というところか。脅迫を受けたということは、きっと面白くなってきたな。ニヤついた顔を引き締めるためパチンと両手で頬を叩く。何にも念押しされてるだろう。くれぐれも慎重に調査を進めろって。今一度俺は自分に檄を入れ、調査への決意を新たにした。この辺りで誰かに聞き込んでみよう。事件のことを知ってるかどうかわからないが、何か知っていることはないかな。覚えているわ。殺されたんだってね。そういえば。なるほど。何やら向こうの方が騒がしいな。誰かが揉めているようだ。バーの入り口から何かと。ふらふらと足元がおぼつかない男が現れた。配電工か、それとも塗装業者か。ずいぶん酔っ払っているようだ。続けてもう一人の男がバーから飛び出してきた。どうやらその酔っ払いを止めようとしているらしい。なあ、あんた、ちょっと聞きたいんだが。20年前この町で起こった連続殺人事件のことを知って。え？20年前。うぅダイダロス、殺せ俺を。こりゃダメだ。俺っちは帰るぜ。ダイダロスだと。おい、あんた、ダイダロスってのは何のことだ。嗅ぎ回ってるやつってな。何か問題なのか。またか。なんだ。警察の人？そうだよ。言ったらどうだ。
日本から来たんだ。はるばるようこそ。この町にある。この町で起こったという殺人事件を追っている。教えてほしい。そうだな、残念だな。行ったらどうだ。祖父が殺された。では君は。じいちゃんの命が尽きる最後の時にその手に希望が握られていたのかどうか、俺はそれが知りたい。願ったことでもいい、託したかったことでもいい。そこにじいちゃんの希望があったのなら俺が拾ってやりたい。でなきゃあの町の記憶にもじいちゃんの死は悲しいものとして刻まれちまう。同情する。だが無理だ。協力は分かってくれ。そうだな。コートを着た男はジョージと呼ばれた酔っ払いを連れて去っていった。そういやあのコートの男、あの警官は恐れていた。町とダイダロスが無縁ではない。いくらでも調べようがある。道は一つとは限らない。たどり着けるぞ必ず。